はいこちらあの以前動画であのお見せした剪定の動画をお見せした、えー、菊池レモンちゃんですね2年目の苗木ですで、えー、多分これ夏目かなあの春目ビューンと伸びてまた夏目が出てくれてます、えー、結構元気ですね葉っぱの艶も良くて春先ね あのー、なんだっけ粉じらみが、まあ、結構いたんですけどいつの間にかいなくなりましたね元気な証拠ですこれこれ夏目ですえー、っとこう先端せ定したとこですねこう冬剪定したとこでそのすぐ下から見えるかな これ芽が出てこれ春芽春に伸びた芽がここまで来てで今夏芽が出ようとしてますで夏芽が、えー、ちょこちょこちょこっと出てるので、えー、さっきブドウのあの剪、ー、定というか、えー、管理夏の管理 の仕方をあをお伝えしたんですがあれはつる性ですね。でえつる性は1本を伸ばす1本メー 5m ーまで伸ばす、えー、こう立チ木のつる性じゃないかじは、えー、3m になるまで、えー、5本の芽を伸ばす。 いいですかねでこの支柱があのー、1 8 0ンチなんでまだあと1.5倍ぐらい伸びてもらうまで、えー、縛り続けますで5本の芽を伸ばすのでこのえー、っとこの子はですね3本残したんだな ですね、3本残してえー、剪定で3本残して、えー、春芽でいい芽が2本出たんで、えー、ちょっと最初からえー、剪定で残したのが3本ほ、えー、本当は5本伸ばすんですけど2本があまりに弱かったんでえー、切りました 詳しくはあのこちら動画を見てください、えー、残した3本がこれ123123で、えー、残り2本がえっ、ー、とこれか強い芽が、えー、出てますねこ,こことこここ,これとこれこれが今年の春出た芽 ですこれとこれいいですね結構伸びました2 0ンチぐらいで冬残した3本とこの2本を、えー、3メートルになるまで伸ばしたいとでその際に、えー、こう脇き目出てくるんですよね必ずでこれを取ります これ取取取りりりまままますすす、まあもうちょっと大きくなってからでもいいですけどねはいこの子は、えー、先端にいい芽が出てるので、えー、この子を伸ばし続けますあいい匂いレモンのいい匂いいや大好きですこの匂い あちなみにこのレモンの新芽も天ぷらで食べると美味しいですよはグ、い、ーッときてでこの子も芽出てるこの子も芽出てるいいですねこの子境目ないな元気な証拠ですね春芽と夏芽の境目がどっかにできるんですけど 伸びつやつやですね葉っぱちょっと私の管理悪くて去年出た葉っぱちょっとカビかなんかにやられちゃったんですがであとはここを縛ってあげるとそれだけですね はいこちらじっくりお見せするのは初めてかもしれませんえー、ライムちゃんですねえー、この子も同じ5本を伸ばしたいんですがえー、いろんな目がビュンと出ていますビュンと出てます,てますちょっとわかりやすいようにほどきましょうか はい。えー、この子はですね、背はちっちゃいんですけど、あの、レモンよりも、あの、発芽が早かったんですよね。去年の伸びはあんまり良くなかったんですけど今年のスタートは良かったです。とはいえ、ちょっとちっちゃいですけどね。えー、で、 えー、目の数何本あんだこれ、えー、今ほどきましたまずこれいいですよね1本ね強い目がビューンと出てて、えー、同胞スタイル基本中の基本同じところから出てる目は1本にするで1本にする際えー、選定の基準 選,定というのは選ぶ基準はまあ当然長い太いで上,向い上,上に向いてるもしくは内側に向いてるやつがいいので、えー、ここで切りますかねちょっと剪定バサミがどっか行っちゃってでこれいい目出てるんですけどこれとこれを残すとあの分散して。 あの伸びが悪くなりますなんで、えー「もったいないはふさむ」は塞いおむということで剪定ばさみじゃないから切れないなはいダイソーのあれなんであーいい匂い。えい、ー、1 2 3 2二ねこれで12ですよで下の方にいい芽が出てるんで えー、この2本でまあどっちかっていうと上向きこっちの方があのホルモンの集まりがいいんで、えー、下を切りますで、えー、残りこれかどっちでもいいかな こっち先端がなんか食べられてるような感じがするんでこっち残しましょうあの葉っぱはなるべく切らないように残せるなら残した方がいいですねはいあいちいちかいじゃう匂いええー、ということで芽が4本しかないですね今んとこね はい、まあしょうがないですで、えー、これを縛りますじゃあ縛りましょうか、ねはい、この子縛っていきますえー、夏目であもう一本脇にいましたねちょっと春芽が出てないけどなんで一応5本あるっちゃう この子ちょっと隠れてたんですが春芽が出てませんが一応5本目の候補として取っときましょう夏芽出るかもしれないあの他をね他のさっき芽かきした芽を描いたことであの残ってる枝にジベレリンが集中するはずなのでもしかしたらまた復活するかもしれない 復活をサポートするのがこの誘因ですね観光栽培一般的にはあの広げて育てるのが普通だと思うんですが植物ホルモンの流れからいって、えー、成長を阻害してますね植物ホルモンオオキシンは重力方向に ジベレリンなどは引力に引っ張られて動くので、その原理からすれば垂直にするのが一番成長が早いということが言えます。頑張って。私ね、あの、 レモン農家でもライム農家でもないんであのゆっくりでもいいんで育ってくれればいいなぁと思ってますなんで農薬も使ってません虫食いもねほとんどないかななんかアゲハの幼虫が来るって同胞さん言ってましたけどレモンには かかないかないレモンライムにはねただなんかカビみたいなのが発生してちょっと生育が悪かった感じしますが基本的には3年え苗木の状態で4年目から取るのが一般的みたいですね同胞スタイルではね ちょっとここ膨らんでるんですけどちょっとこれ以上引き寄せられないので仕方ない先端があのフラフラしちゃうと良くないんでちょっとカーブしてますがこのまま縛りますでトマトほどねトマトとかブドウほど あの新芽ブクブクに太らないのでちょっときつめでも大丈夫ですよレモンはレモンライムとはいえちょっと余裕持たせて縛りましたこれぐらい余裕ありますこういう感じですね で、頑張ってと声をかければ OK、はい、もう1本のレモンちゃんです、えー、この子もちょっと、えー、夏の管理をしたいと思いますまず目の数を確認します、えー、まずここに2本あるんですが12で 冬の剪定でここで切って1本伸ばしてたんですけどここから出てるの気づかずやっぱりあの先端に芽が出やすいのでここから出てましたねなんでこれを1本にしたいと思いますえこれがまず1本ですねでここに このなんか白い飛んでるのがこれ粉じらみですねえだいぶ減りましたこうやってバサバサってやるといっぱい出てきたんですが、えー、ここも2本ありますねこれとこれ二股に分かれてますこれも1本にします ぐーっときてあれ2本しかない2本いていました3本目この子冬剪定して伸びましたやっぱり去年の枝の太さによって勢い違いますねえっと 結構強めに切ったつもりではあったんですが目つぼの下で切ったはずですねそれでもやっぱり弱い目は弱い目しか出ないこれしか伸びてないし細いこれが3で下の方から4この子4あともう一。 ボーンがこれかーいてトゲが、えー、まず1本で、えー、ここで、えー、分かれてるんですがこっちの右側の方が強いのでここで切りますあ、で同胞スタイル剪定ばさみ見つけました倉庫の中に隠れてました えー、切り口を斜めにこうすることによって傷口の融合が早まります、えー、で、えー、これ2本目これも長い方を残す、えー、分かれてるんですがこっちとこっち2本出てるんで、えー、長い方を残す えー、2本目、えー、で3本目あで2本目のこの途中でわ脇芽が出かかってるんでこれは取ってあげましょうでこの出っ張りはこれ冬に剪定した残りのとこなんでこれは芽かきと違うんでこれはふ、えー、今季の冬に。 切ります。これ、ここは切りません。今剪定バサミで切った二つは、あの、芽かきと同じなんで。剪定とは違いますね。まあ、かき剪定と言いますけども。えー、とりあえ。ちょっと芽かきと同類と考えてください。で、えー、今、一二。一二ですね。で、三本目、ここ。 短く伸びてる3本目で4本目こここれ今年伸びたっぽいなこれねまあでもまあまあ太い地上からまあ2 5ンチ3 0ンチぐらいなんで OK ですね2 0ンチ以内のところに出る芽はあのキ分ユ説ってすごいあ強いのが出るんですけど 噂をすればこの子気づかなかったちょっと草むらに埋もれててこれあのいい味にならないそうですこのジベレリンが強すぎてなんでこの子はこれ今年出た芽ですね早めに切ってあげれば他の芽がもっとグーンと伸びてたはずです でえー、と今4本ですね12えー、と34とであと1本あと1本ですがえこれだなこれ残したんですね この子、想定外に伸びてくれたやつです。この4本目。これがいなかったら、この残り2本、ここにいるんですけど、この子を、あのー、5本のうちの1本にする予定だったんですが、えー、この子たちは春芽が出てないですね。なんで、このままだと6本になってしまうので、 えー、目を制限しますはいあああいいな。はいこれで5本になりましたで基本的に垂直になってますが、まあ、一番上だけ曲がっちゃってるんでここだけあとここか縛ってあげましょう あとなんてことはないいつも通り縛るだけですねでまず下から縛って タムちゃん式スリップノットなんで紐を再利用できますレモンになるといいなはいこれで OK ですね垂直になってない下がなってないこの紐を解どいて この今年伸びたこの子を縛ってあげますんもうちょっと上で縛ったのかちょっと今見えるかな これちょっと開いちゃってるんでここで縛ったんですがここで縛ったばっかりなんですがこの子が開いてるんでもう一回ここで縛りますこんな紐一本でね元気になってくれるなら蹴散らず行きましょう レモンの北限ってどこなんですかね山形県でも山形市で作ってる方は知ってるんですけどまだこの辺もあるかはいえオ、ー、ッいい OK ですねあとは、えー、脇芽が出てくるんであの一番伸ばしたいところの先端に出てくる芽以外は、えー、脇芽かきして。 それだけで、OK、でオッケーすねちょっと試しにこれ挿し木してみましょうかこれいい目切ったんでこれであのできたら増やしてみましょうあのた,ただ土にぶっ刺すだけです本当はねメネデールっていうのがあのそういう薬剤があるんですけどそういうのをこう,う塗ればあの根っこが出やすいんですけど、まあ、一応農薬なんです あの使わないで私はやってみたいと思いますありがとうございました